で走れなくなったので引退することを決断しました。まずはじめにプロサッカー選手になるという夢を応援してくれた両親、兄弟、友達、そしてプロサッカー選手になった後もサポートしてくれた奥さん、子供たちに感謝を伝えたいと思います。ありがとうございました。そして今年は特にそうですが、医療従事者の方々をはじめ、ファン、サポーター、会社のスタッフ、監督、コーチ、チームメイト、サッカー選手という職業を成立させるためにサポートしてくれた全ての方々に感謝を伝えたいと思います。ありがとうございました。サガン鳥栖という素晴らしいクラブでプロサッカー選手を始めることができ、そしてここ北海道コンサドーレ札幌でプロサッカー選手を引退できるということを誇りに思いながら引退していきたいと思います。僕はいつもこういったシーズンの最後に挨拶をするときに言うセリフがあるんですけど、北海道に来てからは一回もこういった機会がなかったので、最初で最後になりますが、その言葉で最後締めたいと思います。皆様と出会えた奇跡に感謝します。ありがとうございました。